なんだこりゃ。ジャッジメントですの。なんだこいつら。ガキがふざけてんじゃねえぞ。ああ、ジャッジメントだ。一体何の用だよ。黒妻渡るですわね。あ？能力者を対象とした暴行事件の首謀者として拘束します。ほう。ん？拘束ねえ。悪いがおままごとに付き合ってる暇はねえんだ。帰りな。言ってくれるわね。親切で言ってやってんのに、わからねえなら体でわからせてやる。お姉様、この程度の連中、私一人で十分ですの。十分かどうか、俺らの実力見てからにしろよな。何この音、頭に直接響くみたいですの。どうした？飛べない。どうしたお嬢ちゃん、一人で十分じゃなかったのか。クロコ、コントロールできねえか。お前はもちろん知らねえだろうが、こいつはキャパシティダウンってシステムかな。詳しいことは知らねえが、要するに音が脳の演算能力を混乱させるんだってよ。ま、俺たちスキルアウトにはただの甲高い音にしか聞こえねえけどな。こんなもの一体どうやって黒妻さん許してくださいって言うんなら考えてやってもいいけどね。今は黒妻っていうのが、あいつだ、そうだ、あの男だ。黒妻さん、あの男です。俺たちの邪魔をしやがったのは黒妻。どういうことです。黒妻さん、どうしたんだ。黒妻さん、よっと。音が消えた。大丈夫か。え、そっちも。あの、これ持っててくれる。